板野友美のいいねジャパンランキング。何それ。はい、これこれ、親指、はい、親指どこも真ん中も、はい、ちゃんと習おう。ともちゃんが習うことを本気で決意したものとは。板野友美のいいねジャパンランキングエピソード11。実は私も2人にお伝えしたいネイルの最新技術を見つけてきました、はい、で何ですか何ですか。なんとですね、これよく見ると、うん、よく見てください、ダイヤがはめ込んであるんですよ。何それ。今まで黙ってたの、そんなダイヤのこんなこといろいろやるんだ。ダイヤがはめ込んであるんです。本当だ、キラキラしてるんですよ。わかります、これ本当のダイヤです。これですか。はい、これこれ、あとこの親指も、はい、親指のとこも真ん中も、はい、あ、これダイヤなんだ。そうなんですよ、これ一粒4000円くらい。高っ。すごいすごいですよね。いや確かに輝きが違う、本当、もう本当にこれ世界最先端なんですけれども、その世界最先端の技を今こちらで一番早く教えます。ということで VTR をご覧ください。それではここで竹内アナが超いいねといった最新のネイル技術を紹介。今回竹内アナが注目したのは本物のダイヤをデコるダイヤモンドネイルの最新技術なんです。すごい。しかしこれまでの施術方法には問題があったんです。その方法とは、接着ジェルを塗った爪の上にダイヤを置き、さらに接着ジェルを塗り重ねただけで固定するという方法でした。分かんなくなっちゃう、そっか。ところがこの方法ではダイヤが傾き、表面がデコボコしたり外れやすかったりといった欠点がありました。そこで今回竹内アナが超いいねといった最新技術が開発されたんです。一体その最新技術とは。その技術とはこちらの特殊ドリルを使った方法なんです。このドリル先端をよく見るとダイヤモンドの形になっているのが分かります。つまりこのドリルで塗り重ねた接着ジェルに穴を開け、そこにダイヤをはめ込み、大丈夫な厚さなんだね。だから仕上げのトップコートを塗れば、ジェルをたっぷりと重ねて、簡単にダイヤが傾くことなく綺麗にはめられ、外れる心配もないんです。ということで竹内アナのおすすめはダイヤモンドネイルの最新技術でした。ドリルで穴を開けてそこにダイヤをはめ込ん でこれダイヤの輝きも失わないですし、こうちょっとこう表面もそこまでデコボコしてないっていう、しっかり埋まるってことですね。しっかり埋まるで自分の爪までには穴は開かないし、開かないようにちゃんとストッパーがついてるんですよ、ドリルに。じゃあ落ちないんだ、ダイヤも。ダイヤも落ちない。すごいな。だからこの技術は現在特許申請中ということで、本当に最新の技術なんですけど、じゃあこれ日本の人が考えたってことだ。そうなの、日本の方が。すごい。そのドリルがですねここにあるんですけれども、ちょっと見ていただいてもいいですか。どんなに隠してんのそこ。ドラえもんのポケットのことがいろいろ出てきます。あーすごい。そうちょっとでも気をつけてください、本当にドリルなので。いやちょっと懐かしいこれ。私たち女の子が料理習ってる間、私これでラジオ作ってたの、男の子。女の子って料理してかなんかしてたでしょ。男の子別でこういうの作ってたの。でもネイル用なんでしょこのドリル。ネイル用ですね。ダイヤ用、ネイル用にダイヤの形をで、ちょっといろいろと持ってきていただいたんです。こんな感じで全部ダイヤが、うん、これ入ってるの、はい、本当だ、綺麗。あ、
本当だ。本当だ、綺麗、うん。やっぱ輝き違うかも。ね、そうですよね。うん、違う。ね。お安いものだと一粒4000円なので、例えば一番小さいダイヤを5つつけた場合、施術費用も含め2万8000円でできる。あ、でも2万8000円だったら、うん、あんま変わんない、うん、デコデコした時の値段と変わらないもんね。そうそうそう、1粒にこだわってつけるのであれば。そっか、うん、例えばブライダルとか、なんかでも、ね、クリスマスとかパーティーとかね、バレンタインとかね、そう、記念日。さあ、でも盛り上がったところなんですけれども、うん、残念ながらそろそろお時間が来てしまった。もう終わり。はい、今日はいかがでしたか。こういろいろとキラキラなものを見てきましたけれども、今日は楽しかったです。なんかいろいろ知れたし、まあなんか ね余計も素敵だったし、本当素敵、いいとこで、ね、楽しかったです。愛ちゃん来てくれたし、いや、私もでもすごくなんかおしゃれなこととか美容とか大好きだけど、なんか知らないこといっぱいあったし、楽しかった。あ、今になってさっきのキラキラすごいキラキラしてる。本当に今になって、自分でフォローしてない。本当に綺麗にしてきてた。遅くない、なんか最後の最後に。よく見ると汗じゃないよね。汗じゃないよ、ユニバース顔。ユニバース顔、ね、ユニバース顔やっとなってきた。エンディングで遅いよね。でも嬉しい、なんか、ね、キラキラ、なんか心もなんかキラキラになった。そうですね、楽しかったです ね、うん、本当に。でもさ、でこの今後この番組で挑戦していきたいことって何かあったりしますか？はい、挑戦、まず料理。料理、そう、やっぱ女の子とか言った料理だと思うし、なんか日本のなんか最新技術すごい多いと思うので、なんかパンを自動で作ったりするやつあるじゃん、パン焼き機、パン焼き機っていうのかな、うん、で、あるね、家庭用のね。そうそうそう、あとミキサーとかも最新のがあるから。ちょっと待って、料理習うって全部機械任せなんですけど。ありがとう先生、これはいや、でもね、料理一回食べたこと、発信していかなきゃいけないから。そうだよね、女で作ってもらって、めっちゃ美味しいお鍋作ってくれた。料理されるって。そう、お鍋食べて美味しいなと思って、パッと台所見たら、なんかもう出来上がったスープに。だから習おう、ちゃんと習おう、本当に。そう、山田レシピよ。でも ね、鍋とかだって作ってどうやって発信するの？いいの、それ。いや、でもそのお鍋がいいやつあるんじゃない、また。そう、それで作れば日本の最新のお鍋。旬のもの入れて、季節の。ね。そういうのをちょっと早速やりましょう。やりましょう。はい、さあ、それでは次回のいいねジャパンランキングもお楽しみに。ではバイバイ。バイバイ。どっちどっち。バイバイ。東京タワーの色変わったよ、もう。楽しい。